どうも皆さん、シェノノメと申します。まずはこちらをご覧ください。作中屈指の高体力モブと戦っていきます。戦技乱撃を使ってブンブンします。まずは投書が入りました。攻撃を食らっても何のその、続けざまに出血が入りました。そのまま振り回し続けてフィニッシュです。もう一度戦っていきます。ブンブン振り回してからの派生 R2 でダウンを取ってそのままフィニッシュです。ということで今回は全ビルドでゴリ押しが可能になる強力な戦技乱撃の解説です。序盤から入手可能な乱撃の効果的な活用方法を解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。気になる動画のコンテンツはこちら。1つ目は乱撃の性能と入手法、2つ目は乱撃をセットできるおすすめ武器の紹介、3つ目は乱撃を使ったおすすめの戦法、4つ目は乱撃での戦い実践編です。それでは早速やっていきましょう。まずは乱撃の性能を見ていきます。乱撃、無造作に武器を振り回し続ける戦技。長押ししている間はずっと攻撃を継続し、通常攻撃および強攻撃で追撃につなげられるとあるように、乱撃は L2 を長押ししている間はスタミナが尽きない限りブンブン振り回せます。しかもブンブンしている間は強めのスーパーアーマーが発生していて、重い攻撃は無理ですが軽装であっても敵の攻撃を一発くらい耐えて振り回し続けることが可能です。そして振り回している途中で R1 で横振り、 R2 で縦振りの追撃につなげられます。特に派生 R2 は強靭削りの性能が高く、ダウンを取りやすいのでおすすめです。セットできる武器は体剣、極剣、大極剣、斧、大斧、土、フレイル、大土とバリエーションが豊富です。さらに物理系の戦技なので、各属性の砥石場さえ持っていれば全ての属性派生にすることが可能です。これらの特徴から乱撃は武器の対応範囲が広く、全ての属性派生が可能なので、全てのビルドで活用可能な汎用的な戦技であることがわかるかと思います。ちなみに乱撃の入手場所は嵐岡のボロ屋からストームビリジョンに行く途中の道にいるスカラベが持っています。このバリケードのあたりですね。ストーリー進行で必ずと言っていいほど通る場所なので、おそらく皆さん持っていると思います。続いて乱撃をセットできるおすすめ武器の紹介です。乱撃は冒頭でお見せしたように通常の R1 より速いスピードで連続攻撃を入れられることが特徴です。そして連続攻撃と相性がいい武器、それすなわち出血武器です。ということで乱撃をセットする際は出血の付帯効果がついている武器を選びましょう。例を挙げていくと、体剣なら二股の体剣、極剣なら死体あさりの極剣、大極剣は現状出血付きで戦技を付け替えられるものはないみたいなのでスキップ、斧なら二股の手斧、シノノメは持っていないですが最初から乱撃がついている意味つぶしの大ナタ、土ならモーニングスター、フレイル、大土ならグレートスターズとバリエーションは豊富です。今挙げた武器以外にも出血武器はあると思うので、ステータスと調整しながら好きな武器を選ぶことが可能です。ビルドごとの付与属性はこんな感じになると思います。特に魔法戦士や魔術師系統のビルドであれば、先ほど挙げた出血武器を霊気派生にすれば出血と凍傷の両方を狙えるようになるのでお得です。神秘系ビルドに関しては地派生にするのが効果的ですが、この場合武器にもともと出血効果がついていても数値は変わらないので、選べる武器のレパートリーがさらに広がります。続いて乱撃を使ったおすすめの戦法です。乱撃の魅力である連続攻撃はある程度のダメージは許容してのゴリ押しが非常に強力です。かといってダメージを許容しすぎてもすぐ死んでしまうので、ダメージ管理が重要になります。ということで乱撃中に受けるダメージの管理について考えていきます。まずはアイテムでの対策、これは単純、ゆでカニを食べましょう。カニを食べるだけで1分間物理ダメージカット率が 20% 上昇します。ゆでカニの入手方法ですが、ここのエビゆでのボロ屋にいる NPC のイベントを進めることで購入できるようになります。イベントを進めるためにまずは見晴らし島の東にいるラーヤと会話しましょう。その後エビゆでのボロ屋にいるならず者と会話してラーヤの首飾りを購入します。その後再び会話をして1分間物理カット率が 15% 上昇するゆでエビを購入すると次のイベントに進みます。ゆでエビを購入した後に火山館に向かうと、ならず者は王とローデイルのこの辺りに移動するみたいです。ここでゆでカニの販売を開始してくれます。しかしここまでのイベントはラーヤと会話せずに火山館を訪れてしまうと進行不可になる次元イベントですので気をつけてください。スルーしてしまった場合周回するしかないようです。ちなみにシノノメはスルーしてしまいました。お次はタリスマンでのダメージ管理を考えていきます。ひとまずは単純なダメージを減らすことを考えるべきでしょう。その際おすすめしたいタリスマンは流飲の盾のタリスマンです。流飲の盾はプラス2まで存在し、
そのさらに上には流因の大盾のタリスマンというものがあります。カット率の上昇値は流因の盾はプラス 10%、 流因の盾プラス1は 13%、 流因の盾プラス2は 17%、 流因の大盾は 20% になります。タリスマンをつけるだけで最大 20% も物理カット率が上昇するのは非常に強力なのでつけておきましょう。それでは流因の盾のタリスマンの入手場所を説明していきます。まずはケイリット北部の獣の神殿から出て右手に進んでください。崖から木の根っこのところに降りて、そこからだんだんと下に降りていきます。神殿の壁にある若干の引っかかりに降り立ちながら下まで降りていきます。下まで降りたらそのまままっすぐ進んでいくと竜の盾のタリスマンがあります。竜の盾のタリスマンプラス1はアルター高原の尊き者たちの英雄墓にあります。進んでいくとギロチンの部屋があると思います。そのギロチンを登って行ける部屋に行って、その先にインプ像があると思うので、そこを解放すると竜の盾のタリスマンプラス1が落ちています。竜の盾のタリスマンプラス2はファルマーズラの流星堂の祭壇から向かいます。まずは祝福から左に向かって進んで、犬がいるところの窓を降りていきます。そのまま道なりに崖を降りていって、後ろを振り向くと崖際にアイテムが引っかかっていると思います。そこに流因の盾のタリスマンプラス2が落ちています。最後に流因の大盾のタリスマンはエブレフェールの排水路から向かいます。木の道を進んでいって、建物の屋根に穴が開いているところから降りていきます。そこから敵のいる方に向かうと宝箱があると思います。そこに竜の大盾のタリスマンが落ちています。続いてゴリ押しで受けたダメージを回復することも考えていきます。L2 長押しで連撃を入れた後に派生 R2 につなげることでダウンを取ります。その後の致命の一撃を入れる際に回復をしてくれるタリスマン、黄色の狂人もおすすめできます。そして乱撃は振り回している間も FP を消費し続けているので、そこを補完するために同じく致命の一撃を入れる際に FP を回復してくれる青色の狂人もセットでつけておくと良いでしょう。黄色の狂人はリムグレイブの戦学びのボロ屋から東に行ったところにある死に触れた地下墓にいるボスを倒すとゲットできます。青色の狂人はリエーニエ北東にある黒き刃の地下墓にいるボスを倒すと入手することができます。タリスマンで防御力と回復力を高めたら、乱撃をもう一段階上のステージに上げるためにここぞという時に使える霊薬も用意しておきます。まず一番重要なのは乱撃を使っている最中崩されないことです。そのために10秒間崩されなくなるスーパーアーマーを付与する鉛色の格子軸をセットしておきましょう。普段は1発くらいしか耐えられない攻撃も、これを使っている10秒間は攻撃を無視して乱撃を使い続けることが可能です。鉛色の格子軸は火山間の東にある小黄金樹にいるボスを倒すと入手することができます。もう一つは真珠色の泡雫です。こちらは一度だけですが、ダメージを9割カットすることができます。もしくは真珠色の格子軸もおすすめです。こちらは3分間全属性のカット率を 15% アップすることができるので、タリスマンとゆでカニと合わせると軽減率の計算は上算なので、最大で 54% のダメージをカットすることが可能になります。そこに防具が合わさってしまえば、とんでもない防御力が実現できますね。一度だけ受けるダメージの9割をカットする真珠色の泡しずくは、すすり泣きの半島にある小黄金樹のボスを倒すとゲットできます。3分間全ての属性のカット率を 15% 上昇させる真珠色の格子軸は、巨人たちの山霊の北にある小黄金樹のボスを倒すことでゲットできます。ダメージ管理についてはこんなところでしょうか。肝心の乱撃のダメージを上げる方法としては、戦技ダメージを高めるアレキサンダーの破片、連続攻撃で攻撃力が上昇する有翼剣の起床、不敗翼剣の起床、ミリセントの義手、出血が発生すると攻撃力が上がる血の君主の歓喜などのタリスマンと、こちらも連続攻撃で攻撃力が上昇する連曲の割れしずくなどが挙げられます。このあたりは他につけたいタリスマンなどない場合にオプションとしてつけると良いでしょう。長くなったのでここまでの内容をまとめます。乱撃がセット可能な武器は大剣、極剣、大極剣、斧、大斧、
チ、フレイル、大土とバリエーションが豊富です。しかも砥石場さえあれば全属性に派生させることが可能です。乱撃をセットする武器のおすすめは出血の付帯効果を持っている武器です。ダメージをある程度許容するゴリ押し戦法を実現するためにカニやエビなどのアイテム、ルインの盾や黄色の強靭と青色の強靭などのタリスマン、鉛色や真珠色の霊薬でのダメージ管理が非常に重要になってきます。最後にここまで紹介した戦法を用いての実践編です。まずは霊薬を飲んでダメージのカット率を上昇させつつスーパーアーマーを付与します。あとはブンブン振り回していきます。向こうの攻撃の強靭削りは大したことがないのでダメージを無視してどんどんご利用していきます。ちょっと離れてしまったので前に大きく踏み込む派生 R2 でフィニッシュです。もう一戦見ていきましょう。相手は2周目のマルギットです。まずは派生 R2 を2発入れてダウンを狙っていきます。 R2 で凍傷が入りましたね。続けて出血も入れたいところ。派生 R2 をもう1発入れてダウンが取れました。この段階でまだ6割ほど HP が残っていますがブンブン振り回していきます。出血も入って第2形態に移行するまでもなくフィニッシュです。このように場を整えてしまえばゴリ押しが可能になるため非常に強力な戦法です。ということで超ゴリ押し戦技の乱撃いかがだったでしょうか。非常に強力なゴリ押しに目を奪われがちですが最序盤から入手可能で選べる武器の幅が広く属性にもとらわれない、どんなビルドでも活躍させることができるのも魅力の一つですね。紹介したゴリ押し戦法は強力ですがダメージを許容することで短期決戦を仕掛けるという性質上 HP とダメージ管理が非常に重要になります。そのため HP が少ない序盤では派生 R2 でのダウンを積極的に狙っていきダウンを取れたらブンブンするのが良さそうです。 HP が高くなる中盤以降からはだんだんと雑にゴリ押しできるようになっていきます。またカニやエビ、タリスマン、霊薬もうまく利用することで通常時よりもさらに何も考えずにゴリ押しが可能になるため非常に強力な戦法です。興味が湧いた方はぜひこの動画を参考にゴリ押しの爽快感を味わってみてはいかがでしょうか。解説は以上になります。このチャンネルでは今後もエルデンリングに関する様々な動画を上げていく予定です。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると動画制作の励みになりますのでぜひお願いします。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。